何度も共演経験のあるお二人に私斉藤がインタビューしてきました。お互いよく知っていらっしゃるからこそ、意外とこういうとこあるよなって思う部分は何かありますか？でもこのまんまですけどね。なんか割と普通に近くないですか？なんかクールな感じで、うん、クールあれごめんなさいごめんなさい、クールだったんですか？クールなんですよ、僕。クールだったんですね、はい、あ、ごめんなさいごめんなさい、めちゃくちゃ面白い人ってイメージですね。あ、え、ボケたりされるんですか？うん、あ、もうイケメンを笑いに変えるって確かに、はい、唯一無二の技ですよね。そうですね、そうですね。吉澤さんからご覧になって橋本さんは？今もう完全に作ってらっしゃいますね。いや、おいおいおい、そんなことないよ。こんな背筋が伸びてる瞬間なんてないですから。そんなことない。